交通警察の夜、東野圭吾。天使の耳。深夜の交差点で車同士の衝突事故が発生。一方の運転手は信号は青だったと証言。もう一方の運転手は死亡。果たしてどちらの車が信号を無視していたのだろうか。その時、死亡した運転手の後ろの座席に乗っていた盲目の妹が、兄は事故の被害者であると主張し始めた。分離帯。深夜、車を走らせていた男は前方のトラックが分離帯を越えてしまうという事故を目撃。その直後に彼は路上駐車していた黒い車が発進したのを目撃していた。危険な若葉。男は初心者の車を煽り事故を起こさせてしまった。慌てて車を降りると運転手は息があり彼に何か言ったようであったが。通り安静。男は雪の日に車を路上駐車していた。その車に傷をつけられ憤ったが、その後傷をつけた者から電話が。車の修理代を全額払うと言われ、上に電話の男はさらに。捨てないで。高速道路で高級車から投げ捨てられた空き缶が婚約者の左目にぶつかり、彼女は失明してしまった。彼は空き缶だけを頼りに彼女の失明の原因を作った車を探し始める。鏡の中で。深夜の交差点で奇妙な事故が発生。右折しようとした車が反対車線に入り、停止中のバイクと衝突。現場の証拠も運転手の証言も不自然であった。